勝負に先立ちまして日本テレビ並びに番組のスポンサーから両軍団に豪華な花束が贈られました。長州力対ミルマスカラスの初顔合わせ、両軍団の紹介です。アメリカの新鋭、今後必ず大物になるでありましょう、アートクルーズ。オーバーマスクのプレゼント、飛ぶマスカラスからイメージチェンジを図りましたミルマスカラス。ヤツの存在をファンにアピールする最大のチャンス、ヤツヨシアキ。力の今夜の狙いはミルマスカラスだ。ガシッと力ラリアットを決めたい長州力。夢のタッグマッチです。30分の一本勝負。この試合から放送席にはジャイアント馬場さん、それからファン代表といたしまして徳光和夫アナウンサーにも座っていただきます。皆さんよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしく。さあ、長州対ミルマスカラスの初顔合わせ、タイガーマスク対ミルマスカラスの試合は後楽園大会でご覧いただきました。山田さん、まあ、この2試合がミルマスカラスのですね、いわゆるこの黄金伝説を復活させるかどうかのバロメーターだったんですけれども、後楽園大会のタッグマッチはまずどういうふうに見ましたか？そうですね、やはり久しぶりの日本であったのですが、はい、なかなかね、私が考えていたよりも、いいファイトを見せてくれましたね。そうですか、その話は後ほど。まず長州力とアートクルーズの対決になりました。早速馬場さん、後楽園大会の長州力対 AWA 世界ヘビー級チャンピオンリック・マーテルの試合、試合が終わった後、並み居る記者団の前にジャイアント馬場さんは95点の試合だったという高い評価でしたね。そうですね、あの試合はね、やっぱりお互いにこう攻め合って休むところがなかったですからね、まあ、見応えがあったと思うんですね。なるほど。山田さん、今夜長州力は今陣内におりますけれども、ミルマスカラスをかなり軽く見てるような節があるんですけどね。まあね、これは長州選手はご覧の通り大変に気の強い選手、はい、でまあ過去の大スターとしてね、このマット界に君臨してきたマスカラスが相手ですがね、負けてなるものかという気持ちは持ってますね、はい、まあ、一方のマスカラスにしてみれば誇り高き男ですからね、これまた内心にね、凄まじいばかりの闘志を燃やしていると思いますね、はい、なるほど。まだその注目のミルマスカラスの出番はありませんが、アートクローズからミルマスカラス、ミルマスカラス、未だミルマスカラスの華麗なレスリングは光を失っていません。さあ、ジャパンプロレス軍団の新鋭八津義明との対決になりました。馬場さん、はい、今回のマスカラスの来日いろいろ言われておりますけれども、実際に戦ってみてどうですか？そうですね、全然驚いてもいませんしね、はい、よく研究してますよね、長州軍団をですよ、はい、もうジャンボや天竜なんかにはもう手が、まあ、分かってますからね、はい、さあ徳光さん、はい、ファンの立場からの発言をお願いしたいと思いますが、ミルマスカラス、これほどこの日本列島を沸かせた選手はいませんね。そうですね、僕はかつてプロレス担当しておりましてね、やっぱりこのマスカラスの登場っていうのはなんかこう血が逆流するようでしたもんね、アナウンスをしておりましたもんね。そうでしたね。ですから今日はマスカラスはですね、はい、おそらく当然やっぱり自分への人気が凄まじいものだと思ってきたら、そうしたらこの長州力がもっと凄まじい歓声を受けてリングに現れたんで、かなりあれじゃないですかね、そのライバル意識みたいなのを燃やしてるんじゃないですかね。さあ、その注目長州力対ミルマスカラス初顔合わせ、まずはサソリ固めの除去だ。ウェイトの軽い相手を引っ張り上げて自分のペースに行きますが、ミルマスカラスもしかし絶対にサソリを打たせません。馬場さん、このディフェンスはさすがにしたたかですね。そうですね、それでね、僕はもっとマスカラスがね、はい、もっとこう小さいと思って印象にですね、なるほど、あったんですけども、やっぱり安田長州並んでもですね、見劣りしないんですよね、全然大きいんですよね。ミルマスカラスは180センチ105キロ、長州189センチ110キロ、はい、胸の幅なんかもね、厚さなんかもう一番ありますからね。徳光さん、歌の世界でもステージなんかでは体の小さい歌い手が大きく見えることありますよね。そうですね、もう宮古晴美さんですね。ああ、そうですね、まさにそういう感じがしますね。さあ、リング上長州力、相手はアメリカの新鋭アートクルーズ。さあ、山田さん、ということになりますと勝負の方の狙いはアートクルーズ一本ですか？そうでしょうね、はい、当然勝とうと思ったらこの若いね、クルーズを狙っていくでしょう、はいはい、まあ、ただね、私はこういった試合をね、勝敗というよりも、やっぱりさっきのような素晴らしい攻防、うん、特に長州選手が力ラリア、力のサソリ固めに行った、はい、それをああいう返し方をした選手というのはあまり見たことないですね。なるほど。これはやっぱりメキシコ流の
関節技の粘っこさ感心しましたね。ダブルの攻撃に出てまいりました。ジャパンプロレス軍団であります、八津義明、まず右のエルボーバット、それからダブルアームスープレックス、人間風車、風づけに大技を打ってまいりまして、アートクルーズには大いに自信を深めます。新鋭の八津義明。倉持さん、はい、あのこの八津選手もあれですか、長州選手もあのアマチュアレスリング出身ですか。そうです、専修大学の先輩後輩ですね、2人とも、オリンピックのね、はい、両方ともオリンピック代表なんですよね。年代が違いますけども、もうとにかくやっぱり八津選手なんかももうアマレスの申し子みたいな、ね、人でしたね。そうでしたね。やっぱり山田さんあれですね、見ておりますと技をかける瞬間が早いですね。うん、入る瞬間がね、タイミングがいいですね、さあアートクルーズがドロップキックを打ってまいります。アートクルーズドロップキック、そして今度は八津義明に逆のエルボーバットをかませるところでありますが、さあミルマスカラスとアートクルーズ、アメリカンチームにタッチが行われました。そして飛び込んでいく、さあフライングクロスアタック、得意技ここで炸裂、ミルマスカラス、ミルマスカラス、さあこの後の流れはどうでしょうか。そして大きく持ってブレンバスターへの仕掛けであります、ミルマスカラス。先ほど八津義明選手、専修大学出身と申し上げましたが、日大ですね、山田さんね、失礼申し上げました。さあリング上だいぶ加熱してまいりました。再びここで、ね、ここで長州へのつなぎであります、長州とミルマスカラス。さあダブルの攻撃だ、低い姿勢からダブルブレンバスター、さあ首を取られました、ミルマスカラス。今度は長州力であります。馬場さん、非常にリック・マーテル戦95点の高い評価だったんですが、長州力の今後は馬場さんどういうふうに見てるんですか。そうですね、世界をどん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 狙うべくでしょうか。そうですね、今の気持ちのまんまでいいと思いますね。今の気持ちのまんま、はい、はい、これ下手にね他のことを考えると、はい、もう今のまんま、今の気持ちのまんまで、ね、まっすぐ向かっていった方がいいと思います。もうちょっと見てたいね。しかし馬場さん、まだ軍団構想、いわゆる軍団構想もまだ終止を打たれてませんけどね、はい、そろそろ世界の外人相手に切り替えてもいいんでしょうかね。まあ、ですけどもね、やっぱりうちのジャンボ天竜もですね、はい、これはもう世界に通用する超一流ですからね、もうフレアだの回ってるコーラにもですね、その劣らないと思うんですね。そういう意味でね、やっぱりこの長州を絡めて三つどもえというかね、はい、そういう世界の超一流相手にやっぱり自分たちも仲間入りをしてですね、もうそのそいつのなんていうかな、その何人かでですよ、戦い合っていった方がいいと思うんですね。そういう意味ではやっぱり長州天竜、長州ジャンボというカードもですね、いいと思いますね。長州力の、ま、今後につきまして今ジャイアント馬場選手に解説していただきましたが、さあご覧のように試合の方は今度は足4の字固め、最近山田さん、八津義明がこの技を使うんですね。そうですね、やはり、入り方がね、なかなかよく研究の跡が見られますね、はいはい。まあ、この技はね、まあ、ご承知のようにデストロイヤーも使うし、NWA チャンピオンのリック・フェアも使うと、うん、非常にポピュラーな技ですからね、まあ、それだけにかえって難しいと思いますよ。リングサイドでのもつれ合いであります。馬場さん、この八津ですけれども、馬場さんの評価がこれまた高い、いよいよ今年の世界最強タッグ決定リーグ戦も八津長州力チームですね。そうですね、はい、あのこの長州とのですね、やっぱコンビネーションが非常にいいですね。ははは、ということになりますと世界最強タッグ決定リーグ戦、やはりトップを狙える、優勝を狙える一大チームですか。そうですね、はい。さあ今度は再びミルマスカラスであります。ミルマスカラスの華麗なるレスリングがまたまた見られるかと思います。ミルマスカラス、アートクルーズチーム、八津義明を焦点に絞って、さあおっと大きくショルダースルーだ、リングの中央、背中から落ちたドロップキック、綺麗だな。馬場さん、無駄な動きはほとんどないですね。そうですね、ねえ、ミルマスカラスって選手は、ね、考えてますよ、ね、昔はね、前もっとあのこう派手に見せようとしてね、無駄な動きがいっぱいあったんですよね。さあ2人で華麗なる変態飛行を見せたミルマスカラス、アートクルーズチーム、素晴らしいドロップキックですね。山田さん、この辺り指令を出しているのはミルマスカラスですね。そうですね、まあ、ただ今服部レフェリーの確認が非常に厳しかったですね、うん。さあアートクルーズが八津義明を下敷きにしました。新鋭同士の戦い、今日のマスカラスは、はい、ドロップキックも連発しましたし、非常に調子良さそうですね、はい。コーナーに追い詰めた、今度はトロアスキック、八津。馬場さん、新鋭のアートクルーズはどうでしょうか、大きくなる選手でしょうかね。そうですね、これなんかね、あの最初に2週間ちょっと前ですけどね、はい、あの日本に来た時にはね、大したことなかったんですがね、そういう印象でしたね。2週間ちょっとで非常に上手くなりましたしね。上手くなりました。将来有望なアートクルーズ、さあジャパン軍団ダブルの攻撃だ、脳天不意打ちを見せて、さあリキラリアットに行くか、リキラリアット
喉元をぐさり、そのままカバーの体勢、マスカラス入れません。さすがに長州力単独を知っています。馬場さん、今のタイミング、リキラリアットのタイミングはどうですか？そうですね、タイミングがいいですね、はい。まあ、ただマスカラスとですね、このクルーズのコンビがちょっとね、なんていうかな、あんまり良くないんですよね。なるほど。8分41秒耐え固め、長州軍団八尾パートナーにいたしまして、ミルマスカラス、アートクルーズを打ち破った一戦でした。